タイラ達郎、タッチバックからペレスの膝を破壊し、TKO できた理由を判明しました。タイラ達郎 UFC 試合解説エ、えードエランゴのコースケです。えー、今回はね、えー、先ほど終わったあ UFC ファイトナイトラスベガス93、アレックスペレス VS タイラ達郎なんですけれども、えー、見事ね、タイラ選手勝利して、えー、いよいよフライ級日本人初のね、えー、まあ UFC、今まででね、日本人初の UFC 王者もね、誕生もね、 あ見えてきた、足掻き視野見えてきたということでね、ちょっと、で、田平達郎選手が勝ったんですけれども、その勝ち方がちょっとね、えー、普通じゃない、初めて見るようなあ技を使ったんで、ちょっとね、えー、解説していきたいと思いますんで、えー、最後までご覧いただければと思うんですけれども。で、やっぱりね、やっぱオッズは平選手の方がフェーブラリットでしたね。まあ、ランキングはペレス選手の方が上。えー、で、やっぱペレスの警戒しないといけなかったのは、やっぱカーフキックですね、あとパンチの打ち合い、 だったらもう正直、ペレスの方が,分があるかなと思ったんで、タイルレッ選手が、まあ、もちろん最初は打ち合うんですけど、どのタイミングでテイクダウンいくかというのは見ものだったんですけれども、まあ、リーチはもちろんタイルレッ選手の方があって、良かったのがね、ジャブですね、ジャブが結構当たってたのが良かったですね、1ラウンドからね、ジャブ,がジャブでちょっと制してたと。 で距離詰めてくるところ、平選手が、ね、手を、ね、開くんで、ちょっとアイポークの場面もとかもあったんですけれども、でちょっとね、やっぱ、平選手がインタビューで、勝利後のインタビューで、修正しないといけない点があったって言ったのが、ちょっとね、あのクリンチのところで、首相撲にこだわりすぎて、で首相撲のところで結構、パンチ、被弾してた感じがしたんですよね、特に2ラウンドね。 で、これ、首相撲のところで、えー、パンチ、被弾してたんで、ちょっとね、えー、ずっとこれ、スタンドでの,の打ち合いではなく、ちょっとそろそろね、テイクダウン行こうっていう形になったと思うんですよね。で、その後ね、えー、こういう形で、えー、2分50秒のところで、平選手が、まあ、詰めて、えー、テイクダウンに行きますね。こういう形で、まあ、最初シングルかな。シングルみたいな感じで入って、えー、で、結局、金目の方まで詰めて、えー、こう、右手をね、えー、ペレスの右の太ももまで刺して、 で、こういうふうにテイクダウンに成功すると。で、この状態では、まだね、あの背中を、背中がマットについてない、金網についてる状態なんで、まだペレスは立つ気満々ですね。で、えー、まあ、それはいいんですけど、立つ代わりにテイクダウンではなくて、バック取ることに成功して、えー、こういう感じで、あ、えー、平選手がやっぱチョークで仕留めるっていうことを言ってたんで、あ、チョークで平選手行くのかなって思って、えー、非常に期待してて。で、その後ね、ちょっとバック、 スタンドのバックの状態が続いて、その後パンチを入れながらね、チョークも狙ってたんですけども、こちらですね、平選手のこれ初めて見る技、もしかしたら、うこういう MMA ではこういう最先端の技あったのかもしれないんですけど、バックでて4ノルジロックしたまま、右のね足の、ここに膝にね、負担をかけているのか分からないんですけど、こういうふうにえ状態を。 離してそこから遠い距離から横からパンチを打つっていうのをやり始めてうわ、すごいなこれ逆に1回ペレスが平選手を前に落とそうとしてるのかなと思ったらこれ平選手が意図的にやってたっていうことですね、この技ねでそこからまたこの横からここの角度から右のパンチを入れるとこれはねすっごい新しい技っていうか見たことなくてやっぱまだ MMA が進化しているすごいものを見せつけられてるなまだ若い世代のすごい技だなと思って でここでまたグッていって、ここでね、グッて、たぶん平選手がペレスの右のね膝、どっちかに多分思いっきりや重心かけて、一気に膝をねあの負担かけて破壊,にし,破壊しにいってるんですよね。で、またここ、グッてやって、そこで倒れちゃう。こここのの多分ねこの 片足のひじ膝だけじゃ無理だった。それプラスこっちのパンチも警戒しないといけなかったんで、これも平選手のね、もう新しい技ですよね。で、そこで倒れて、で、倒れた時にはもう、あのもう苦悶の表情で、もうすぐタップした。ただ、その後、平選手が、なんか、えっていう感じで、ちょっとね、あの、拍子抜けた感じあったんで、もしかしてあれで決まったっていう感じかなかったのかもしれないですね。えー、で、これですね、ここ。 これが、ね、ペレス選手の膝なんですけど、もうここ、がって、平選手がこの4の字ロックバックからがって、重にかけて、多分ここで膝がね、思いっきりひねっちゃって、でこれでやられたんだと思いますね。ということで、まあ、勝ち方はね、まあ、でも正直、これも平選手のねあの、レスラー用の対策として考えてきた技だって言ってたんで、まあ、こういう技は MMA として、まあ、あるんだと思います。 でただね、ちょっと平選手が言ってたのが、あ本人はいろいろ修正しないといけないって言ってたのが、これ、えー、スタティスティックス見ると、スタンドの打撃はやっぱりペレス選手の方が当ててたんですよね、トータルでね。77中41発と。だからスタンドの打撃に固執して、ちょっとねあの、ペレス選手のフックもちょっと被弾してるところもあったんで、そこは修正するべきかなとは思いました。えー、ただ1ラウンドを見ると、まあ、スタンドのね、パンチに関しては、 あー平選手の方が、まあ、当てててただねやっぱあボディとねローあとカーフとかはね当ててたんで、まあ、スタンドトータルでペレス選手の方が若干当ててただから正直1ラウンドはもしかしたらペレス選手に取られてたのかもしれないですね ただ、平選手グラップリン得意なんで、まあ、寝技に持っていかないとね、ちょっと平選手の良さが出ないっていうことで、まあ、2ラウンドね、えー、ち,ょちゃんとテイクダウンして、フィニッシュできたから良かったんですけれども、まあ、2ラウンドもテイクダウンするまでは、スタンドの打撃はペレスがパンチは13発で、平良11発。えー、で、まあ、スタンドの打撃はやっぱペレスが当ててるのかなっていう感じですね。 だから、ね、十分、まあ、ペレスも正直ストライカーなんで、そのストライカーの選手とね、結構同じぐらい打ち合うことができたんで、十分ね、スタンドの打球も強いんで、ただ、まあ、本当にストライキングのトップの選手と打ち合うっていうのは、まあ、戦略的に、まあ、ある程度までいいんですけど、えーまあ、やっぱり2ラウンドのあそこの段階でね、テグダウンいったのは、もう一番完璧なタイミングだなと思いましたね。 で、あとね、ランキング、ここで、え、タイラ選手が5位のね、アレックス・ペレスをもうフィニッシュしたことで、これで一気にタイラ達郎が、あもう多分ね、もう5位か、ここに変わるか、もしかしたらもっと上の方行くかもしれない。ただね、ここら辺は拮抗してるんで、多分アレックス・ペレスが下行って、アレックス・ペレスが6位に行って、タイラ達郎が多分5位になるかなと。そうするとね、タイトルマッチ、誰とや、パッチョとやりって,て言ってましたけれども、正直にタイトルマッチが見えてきましたね。 カイカラフランスっていうのはブランドン・モレノにフィニッシュされて負けてで、アルバジにもスプリットで負けてると。だからちょっとカイかカらフランスはね、まだまだタイトルマッチはもう無理。で、あと、アルバジなんですけれども、カイカラフランスにスプリットで勝つ、その後で怪我して、ちょっと長期戦線離脱してるんで、アルバジもちょっとないですよね。そう考えると、えー、ロイバルとモレノなんですけど、ロイバルとモレノもパントージャーに挑戦して敗れた,敗れたばっかなんで、まあ、この2人はもうないですよね。 他いい形、形にしないと。そうすると必然的に無敗で24勝、しかもアレックスプレスにい、フィニッシュした平達郎。これね、フライ級タイトルマッチ、これほぼ決まりですね。えー、絶対平達郎対パン当じゃ、これあると思います。ということでね、もうすっごい嬉しいですね。えー、本当に日本の、えー、宝平達郎、フライ級でね、えー、UFC 日本人王者初めて、 出てくるんじゃないかなとね、僕、年内にあるんじゃないかなというふうに思っております。ということでね、えー、今回速報ですけれども、えー、平達郎、タッチバックからペレスの膝を破壊し、TKO できた理由判明しましたという動画になりました。えー、こういう形でね、試、え、合、ー、解説動画も有用して、あの、MM 欄コー公式上げておりますので、チャンネル登録してまたご覧いただけますと非常に嬉しいです。で最後までご視聴いただき、ありがとうございました。